成田屋台で出店して、でこんなに売れるんかって言って、ほんまにびっくりされて、ね、で一番第一回目のその昭和20え平成20年の時かなの時に、その一番初めやった時にはね、向こうのテテいう、はい、ミャンマー、はい、旦那さんがミャンマー人、奥さんは日本人ですね、はいはい、その方がそれこそテーブル一つに炊飯器とカレーと持ってきて、ミャンマーカレーを、すっごい売れてね、6時にオープンして7時にもう売り切れてなくなって、うわーもっとたくさんしたらよかったってびっくりしたぐらい。そこのメイリーのいわゆる中国の方ね、はい、その方はもうあの方も来られてね、私水餃子ね作るの得意なんやけど売れるやろかって心配しようからね、うん、試しにやってみたら、わいならあそこあいとかちょうど作ったら、それもいっぱい作っとってもあっという間に売れると思って、それでどうするんとか、あいとから入れへんって言うたら、ほんなら入ります。それにはあのね、市とか県の、県がついてあるからね、県のいわゆる家賃補助とか、はい、そういったのを設定にしてあげるから、どうやらどんなの経営が入ってるみたいな、ね、6月、10月までの、毎月第3金曜日が成田屋台の日ですのでね、はい、ぜひお越しください、非常に楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。